今回先発のこの松本くんがですね、まあおそらく覚醒疑惑があって、まあさすがにこんなに強くないだろうと。さすがにこんなに強くはないだろうなと思うから、去年の成績自体は高橋光成の方が良かったから、まあさすがに松本航380は、まあ覚醒だろうというところで、絶対こんなに強くないから。マリーンズは2番のようなオーダーとなっています。さすがにこんなには強くないと思うから、まあ、確定だと思う。これで本当に松本航がこの能力なら、コナミの甥っ子だと思う、多分。コナミの開発者の甥っ子だわ。多分。松本航が。打てるかな？オスナは頑張った。ああ、いいんじゃない？いいんじゃない？オッケー。来年ようやく花が咲くのかな？コナミ。占い師コナミによると、来年花が咲くのかな、安田にも。期待してたのは、パワーホルムだったんだけどな。気づいたらなんか中団道の、劣化今井敏明みたいな、劣化今井みたいになっちゃったけど、なんかおかわりクソ弱くなってんじゃん。おい、悲しいって。おい、正午の方や。正午の方や。いやー、まあまあさん、おかわり弱。嘘やん。来年のおかわりこんな弱えのかよ。徳能はさすがと言うべきやけど。弱すぎる。もう、わお、届かなくなってるもん。全盛期やったらこれでいってるもん。悲しいって、なんでゲームで悲しい思いしないといけないの？俺たちのおかわりが、俺たちのおかわりと栗山さんが。